して最強のロボットパグルマンとバドー首領は倒され、バドーは滅んだ。日本に平和な日々がよみがえったのだ。だが悪の組織はバドーだけではない。新たな悪の組織が日本を狙っている。頑張れヒーロー、負けるなヒーロー。世界に平和をもたらすために。